さんにお分けしたわけですけども、これをですね、はい、ありがとうございます。伝統的な言い方からすると瞑想なんですけども、最近の言い方をすれば注意力のトレーニングなんです。特にこのマインドフルネスに関しては。瞑想、目だけは閉じないでくださいね。改善の余地が大いにあるなっていうのが、で瞑想したりとか集中状態になると、この赤い部分も青い部分も緑の部分も全部高まります。顎を引きます。そして、目は半分です。自分が雄大な山になったような気持ちをイメージしながら、鼻で呼吸をします。大きく息を吸いましょう。そのままの集中を保ってください。マルチタスクに追われるであったりとか、非常に人間関係が複雑になっている世の中だからこそ、このマインドフルネスっていうものが流行り始めているのかなと思ってます。集中力を上げることによって生産性が上がる、で生産性が上がることによって残業の防止になるっていうところは非常に紐づいているかな。